さあスタートしました J リーグジャッジリプレイ、今回も SNS での関心が高かったシーンを取り上げて皆さんで議論していきたいと思います。今日はこちらのお三方とともにお届けします。皆さん今回もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は浦和対湘南のゲームで起きてしまった、一つの大きな問題となったシーン、そこのみを取り上げて皆さんと議論をしていきたいと思います。明治安田生命 J1 リーグ第12節浦和レッズ対湘南ベルマーレの31分のシーンです。湘南が2点も追いかける場面です。梅崎の縦パスに反応した杉岡が相手をかわして左足のミドルシュート、これが右のポスト内側を叩いて、左側のサイドネットを揺らしました。ただこのゴールが認められずそのままプレー続行となりまして浦和のカウンター、マルティノスのパスからアンドリュー・ナバウトがゴールキーパーと1対1になりましたが、ここで秋元と交錯して笛が鳴ってプレーが一度止まるということになりました。でなぜこのゴールが認められなかったのか、なぜこういう流れになってしまったのか、そのあたりを皆さんに、いろんな方向からちょっと議論をしていただきたいと思います。さてまずは平畑さん、はい、まあ、大きな議論となったこのシーンですけれども、うん、はい、ちょっとこう、まあ、残念っていうんですかね、うんうん、ちょっとこう見た時は残念な気持ちにもなりましたし、結構大変なことになるんだろうなとちょっと思ったんですけど、はい、やっぱり結構世の中でもいろいろ、まあ、ニュースとかでも扱われるような、事態にもなりましたし、はい、もちろんそれはまあ扱われるでしょうけど、それぐらい扱うんだったらいい時も扱ってよって僕はちょっと思ったんですけど、おっしゃる通り、やっぱりそういう時が扱われやすいというか、うん、まあ、それもしょうがない部分でもあるのかなっていう気はしますけど。そうですね、うんうん、さて上川さん、はい、まあ、これは審判委員会でも大きく取り上げられたことだと思いますけれども、率直にまずこれがどうして起こってしまったのか、そのあたりからちょっとお話をしていただけますか。はい、この場面ですけど、ボールがゴールラインを越えたかどうかというところで、はい、一番判断をしやすいのは副審なんですよね、まあ、一番その横の角度から見ているということで、はい、で、残念ながらこの場面ですけど、主審のポジションからは右のポストに当たるのは見えるんですけども、はい、その左側にボールが飛んだときには何名か選手が主審の前に立ってるんで、うん、その最後のボールの行方は確認ができなかったんです。ちょっとブラインドになって、ブラインドになって確認ができなかったんです、はい、で、副審もそのことを察して、で副審が自分からこのゴールインだったかどうかを判断して主審には伝えています、はい、でその時には主審にはノーゴールだと、でプレーを続けさせてと、まあ、副審はそのボールの軌道とかを見ながら右のポストに当たって、で左のポストに当たってゴールキーパーのところに飛んで跳ね返ってきたというふうに判断して、そのことをレフリーには要はゴールインじゃないよということを伝えて、プレーを続けてくださいっていうのを、コミュニケーションシステムで伝えてはいて、はい、でそれを受けてレフリーは、まあ、レフリーは自分で最後のところを見ることができなかったんで、その副審の情報によって要はそのままプレーを続けさせるような対応を取って、まあ続けましょうっていうふうな形で選手にもメッセージを送ってるんだと思うんですよね、はい、まあ、これはピッチ上の選手たちのリアクションを見ていても、うん、まあ、ほぼ全員がゴールだと分かっていたと思うんですけれども、で、ね、うん、はい、で広い絵で見てもアシスタントレフリーから、ボールがゴールに収まる、その間に障害となるものがないと思うんですけれども、はい、これがなぜ入ったと分からなかったのか、どう考えますか。まあ、実際に副審とも話をさせてもらいました。参加した副審と、はい、シュートがペナルティエリアの外から蹴られてるんですよね、ええ、でこの瞬間もう今度は次の仕事が得点に入ったかどうかを確認しないといけないんで、で、ダッシュをしています、はい、で右のポストに当たってるところまでは確認はしっかりとできてる自分の目で、で左に行ったところでゴールイン、まあ、ボールに行くっていうのは、まあ、向こうの角度なんで、こっちから見てる角度とは違うんで違う見え方ができてるんだと思うんですけども、はい、通常だとですね、はい、こうやって右のポストに当たって左のネットに当たること跳ね返ることはよくあるんですけど、はい、そのままボールがそこにとどまるかゴールの中に入って奥に入っていくのが通常のケースなんですけども、はい、ゴールキーパーのところに跳ね返ってくるっていうのは、はい、もう実際に経験上考えると左のポストに当たったっていうふうにはこう、まあ、憶測といいますかね、はい、
ちょっとそういう自分の思い込みで判断をしてしまったんじゃないのかなというふうには思います。ネットに当たったところを確認できなかった、できなかったんだという、ということですね、はいはい、である程度何でしょう、推測でそういうふうに助言もしてしまったということになるんですか。そうですね、判断のところはまあ自分の経験、今までの経験とかを考えて、でまあ副審が判断しないといけないっていう責任感がすごい強かったんだというふうに思います、はい、で自分で決めないといけないというようなところで、そう考えて主審に、要はもうノーゴールだと、明らかにノーゴールだということでメッセージを伝えてし、ことがまあ一つこの場面でありますけども、はい、まあ、そうなると当然レフリーはそれを何でしょう、受けてプレーは続けさせることにはなると思うんですけれども、はい、この後に、まあ、浦和のカウンターになって一旦プレーが止まったじゃないですか、はいはい、でそこで猛抗議を受けることになります、はい、でどうですかね、これだけの周りのリアクションは、まあ、ワンシーズンでもあんまりないことだと思うんですよ、はい、でそうするとおそらく入ってたんじゃないかというのは、うん、審判団もお気づきになるかと思うんですけれども、はいはい、このまま結局ジャッジは変わらなかったじゃないですか、はいはい、この一連の流れに関しても例えば審判団で集まって協議もしてないんですよね、はい、そのあたりに関してもちょっとお話しいただきたいんですけれども、おそらく、まあ、あるいはもう主審もそうですけどね、選手のリアクションとかを見てる限りだときっとボールはゴールラインを超えたんだなというふうに感じてはいたんだというふうには思います、はいはい、でもう一つその4人で再度確認、集まって確認をするというのも一つの方法だとは思うんですけども、はい、結局この位置に一番近いいい角度で見ているのが副審のセカンド、はい、ヤクソサイドの副審で、まあ、主審も近くにいて、まあ、最終的なところは見えてはいないんですけども、副審からそれだけやっぱり自信を持った、うん、情報が入ってくるとなると、疑問に対してお互いがちゃんとした正確な情報を持たない中で4人で集まって話をしても結局ここの一番副審の答えしか出てこないわけなんですよね、はい、それで反応対応するしかないというふうに考えると、要はそこで集まって、もし誰かが確実な情報を持ってるとすれば、その例えば放送オフィシャルとか副審手前の副審からそういう呼びかけはもちろんあるべきだというふうに思いますけど、その時は放送オフィシャルも手前の副審もそれだけの情報は持ってないと、そのセカンドの副審の判定を覆すだけの情報は持ってないということで、その主審は自分でも判断をして、そのまま6分間の中断はありましたけども、はい、次のプレーを再開させたということになります。ということはこれは第2副審以外の方は全員分からなかったっていうことですか、はい、まあ、近くにベンチもありますし、はい、ベンチもいますし、その雰囲気とすれば、あるいは選手のリアクションを見てると、あ、入ったんだなっていうふうな考えは持ってたみたいです、はい、ただ何度も繰り返しますけども、一番セカンドが、セカンドの副審が一番正しく見えるところで、はい、それだけやっぱりこう強いメッセージがあると、やっぱりそこをこう印象だけで覆すことは、それは危険なことだと思うんですよね、はい、もちろんそうですね、やっぱり自分で何を見たかっていうのも、そこが事実になるんで、はい、じゃあこの試合でジャッジを下したのは第二副審が、いやもう入ってないよと、はい、そういう発信があったということですね、はい、で最終的な判断は主審なんで、はい、主審がその情報を受けて得点を認めなかったということになります、はい、なるほど、そこに問題があったんだろうね、うん、結局そのベンチの人だって、湘南のベンチの人だって、はい、もっと遠い人も全部入ってたって分かってるわけだから、はいはい、そのこっちの手前側 のアシスタントレフリー1の人もそうだし、はい、フォースの人も、はい、その主審と向こう のアシスタントレフリー向こうサイドの、はい、それ以外はみんな分かってるわけでしょ、はい、でこのリアクション見て、西川のリアクションももう入れられたけど切り替えていけってやってるし、うんうん、浦和の選手もみんな後ろの方のうなだれて、あ、入れられちゃったねってやってるのに、その雰囲気を分からず、そのまんまその向こうのアシスタントレフリーだけの入ってないっていう判断だけで通しちゃったから、はい、そこでやっぱこれちょっとおかしいよねっていうふうになって、通常はそれでいいんだけど、はい、これだけの反応っていうのは、僕もこの J リーグ見てるほとんどないぐらいのこのリアクションですよね、はい、うん、だからそこにもうちょっと待てっていう、それがあれば、はい、ここまでなんなかったんじゃないかなっていうふうに僕は思いますけどね、うん、もしあれであそこでゴールだったったら、もう
できる、それはあそこのファールになって一連続いてるんだから、ルール上は、はい、できるよね、できますね。ルール上は次、要はあの後の再開はドロップボールになるんですよね、うん、あのフォワードの選手が負傷したんで、はいはい、ゲームを中止めて、うん、で要はドロップボールで再開された後になると戻れないですけども、その再開される前であれば、やっぱゴールだったって言えばゴールだったっていうふうに判定がってる、ね、ゴールを認めることはできます。できたよね。ただそのいうように選手のリアクションだけで我々は判定を下すことはまずしてはダメだというふうには思っております。何らかのちゃんと確証がある。でその確証っていうのが、例えばセカンドと主審が見えてないとしても、フォースオフィシャルか手前の副審がいやいや明らかにネットに触れたよと、そこまでをちゃんと 見切れているんであれば、それは伝えて、でちゃんとあの4人でもう一回協議をして、でああじゃあやっぱりその前にボールはゴールラインを超えたんだねということで得点を認めるというようなことはできるんですけど、どっちにしてもその情報が十分ではないかなかったので、それということはその2人も見れてなかった、はっきりと そこまでは見えてなかったということなんです。でもあの長男のベンチも何も全部見れたということは、はい、やっぱそこをやっぱ本当はフォローしてあげないといけなかったと思うんですよね、はい、あんだけの、まあ、もちろん跳ね返りが早いとかあるけど、はい、うん、どう見てもそのスタジアムにいる人も入ったと思ってるのに、はい、その4人だけがやっぱり気がつかなかったとすれば、 それはやっぱり普通じゃありえないと僕は思いますよ。だからコミュニケーション、あと選手のリアクションがやっぱ普通じゃない、スタッフが。これは僕らも監督やったし、いやほらオフサイドだよねとか PK だよねあるけど、あんだけのリアクションはやっぱ確実に入ってて、で浦和の選手もそれに反応しててっていうのを分かったから、やっぱりあれが出たんだというふうに思うよね、思いますよね。これ、まあ、いわゆるヒューマンエラーそうなんです、ヒューマンエラーですよね、はい、だからそのヒューマンエラーが起こった時に、いやでもそのやっぱり今エラーだったねって認めて、正しい判定というんですかね、はい、そっちに持っていくようにできないのかっていう、多分今議論だと思うんですけど、そうですね、はいはい、だからそうなの、だから普通じゃないんだよこれは、はい、そうですね、普通のゴールラインを割ったかどうか、かかってるかどうかっていうんだったら、みんな意見分かれて、全然もうネットに当たってるのが分かってるから、だからそれだけもうみんなそこにリアクションがでかいわけじゃないですか。だからこれをやっぱりこのなんて言うんだろう、ベンチとかがなんか選手が言ったのをもう黙ってって入ってないんだよだけじゃなくて、一回ちゃんと確認すればここまではいかなかったような気が僕はする。だからその勇気も必要じゃないですか。こんだけもう本当にこうなんかみんながもうその雰囲気もう醸し出してるわけだから、そこで変な風にこだわらなくて、普段は返せないじゃなくて、これはちょっと普通じゃねえなっていう風に判断するべきだったと僕は思います。そうですね、うん、あの跳ね返り方ってどうなんですか、うん、なんかいや初めて見ますけどもね、普通は本当にそこでボールが止まってるか、はい、中に転がっていくとは思うんですけども、うん、なんかネットに行ってそのまたこのフィールドに戻ってくるっていうのもちょっとそこは気にはなったんですけど、まあ、多分そのアシスタントレフェリーもその思い込みがあったんじゃない、はい、だからああいう普通ネットに当たったらああいう跳ね返りはしないんだと思い込みなんだと思うんですよ、はい、だけど実際に跳ね返ってるわけだから、はいはい、だからその思い込みでいや分かんなかったっていうよりもあの入ってないみたいなコメントを多分しちゃったんだと思うんですよね、はいはい、だからそれは他の人もこう、まあ、フォースレフェリーとかやっぱそこら辺も多分見えたような気がするんですけどね、僕は。そうですね、うん、他の人も遮るものはなかったですからね、うん、なんかまあ2万か3万か分かんないですけど、入ってたお客さんが大体分かってんのに、あの4人が見えないってことがあるのかなってちょっと思っちゃう部分があったりするんですよね、はい、あ、そういうことが起こるのかって思うんですけど、まあ起こったってことですかね、はい、そうですね、うん、まあ、一番大事なのは今後同じようなことが起こらないようにすることだと思うんですけれども、まあ、例えば以前この番組でも話したことがありますけど、ゴールの横にカメラを置くのはどうだとか、そういう、まあ、もちろんアイデアはたくさんあると思うんですけれども、はい、例えばフォースレフリーとか、はい、ほら今で言えばダゾーンでやってるわけだから、はいはい、ダゾーンを置いといて、はい、ちょっと確認して、はい、ね、すぐこう見れるじゃないですか、はいはい、だからそれはもちろん VAR とかそういうのがあれば一番いいんでしょう、だけど今ない時にパッて見ればすぐ分かる、はい、でそれを何て言うんだろう、こう入ってたみたいに言うことはルール上はダメなんですか、
あのルール上はダメです。そういう器具を使って、だから VAR でだけしか今許されてないわけですよね。うん、今そうやって見るのは、はい、だから VAR を使うんであればちゃんとそういう申請をしていろんな資格を取って、うん、そういうものを使わないといけないんで、それ以外で映像を見て判定をするっていうのはそれはもう全然認められてないことなんで。はい、僕あとその VAR でなんか基本なんか選手のためとか、はい、お客さんのためみたいな話になるんですけど、うん、はい、これ審判を守るっていう部分でも、例えば今日このゲームで VAR があったとしたら、ここまで主審がいろんなところに悪く言われるじゃないですけど、なんか大きな問題に僕はなってなかったのかなっていう。僕あんま VAR 好きじゃないんですよ、個人的に。あんまり導入賛成派じゃないんですけど、もしあったらもうちょっとレフェリーの方ここまで変な感じにならなかったのかなっていう意味でも、僕はちょっと今回の件で VAR を入れた方がいいかなっていう自分の中で気持ちはちょっとなったんですよね。準備はしてますよ、はい、準備はしていて、今年のルヴァンのプライムステージかな、そこからこう導入する、はい、で来年から本当にこうじゃあ J1 全試合ってなった場合に備えて準備はしてます。ただその時間とまあ、お金もかかるっていうこと、はい、すぐ入ってやるっていうわけにいかないんで、エスパルスの時とかサンフレッチェのつい最近あった時に、あ、多分あの時原さんこの番組来られてなかったと思うんですけど、僕その時にこれまた起こるよって言ったんですよ、うんうんうん、でこれあの時にその VAR を例えばシーズン途中から入れたら公平感がなくなるっていう話ちょっとあったんですけど、ありましたね。僕それ途中から入れても全然不公平じゃないんじゃないかなって僕思ってるんですよ、うん、全試合採用すれば。それはそう、はい、だけどシーズン途中からやると本当にまたそれはそれで違う混乱が起きて、うん、その適用の仕方とか、うん、だから今とりあえずはルヴァンのプライムステージでやるんで、うんうん、来年からそれをやりながら全試合最初からいけるかどうかっていうのと、うん、ただ公平に入ったかどうかだけやんだったらゴールラインテクノロジー、うんうん、だそれだけを導入すれば、あ、入ったかどうかは間違いなく分かりますよ、はい、うん、なんだけど例えばじゃあそれを J1 だけしかとりあえず入れられないわけよ、うん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 、で J2、J3 はどうするんですかっていう、はいはい、常にそういうのが来て、うん、これはもうじゃあ J1 入れましただけど J2、J3、うん、あるいは社会人とかそこは入れられないですよっていう、はい、だけどトップトップだからそこだけありますかっていうのももちろんありますよ、うんうん、これってすごい難しい問題で、はい、それさえ入れれば、うん、全部解決するかっていうのはまた違う難しさが出てくる、はい、そうですね、でゴールラインテクノロジーだけ入れるのはそのシンプルはシンプル、はい、ただ意外と VAR と変わらないぐらいの値段がかかる、はい、今 FIFA が要求しているので入れようとするともう4億近くJ1 だけでもかかりますよ、はい、だからそれをまたその日本のこのスタジアムサッカー専用だけじゃなくて陸上競技があってそれを導入するっていうことはそこに本当にそれがいいのか、うん、はい、来年からじゃあその議論はいろんな議論するべきだと思ってるし、うんうんうん、来年からじゃあそういうの入れますか、うん、あるいはそのお金を本当に育成とか環境とかそういうところに変えますか、うん、あるいはその入場料を安くしますかとか、うん、いろんな観点の中から決断しないともうそれだけ入れろっていうのは言うのは簡単、はい、だけど実際にどこに投入しますかっていうのをじゃあみんなで議論しないといけないんだろうなっていう、うん、J1 はやることはもし仮にできても、うんうんうん、J2、J3 までは絶対手間がないと、はい、でチャンピオンズリーグ今シーズン前倒しで先ほど平田さんがお話しされたように、うんうん、グループステージでちょっと誤審が多かったことで、うんうん、前倒しで取り入れたんですね、うん、ノックアウトステージから、うんうん、まあ、ただそれはやっぱり普段自国のリーグなどで VAR をもう運用に慣れている方々がやってるので、はいはいはい、スムーズに、うん、やれたと思うんですけれども、これがじゃあ J リーグでもうちょっとこれ前倒しでやんなきゃダメだよって言ってやった時に、うん、じゃあそれで問題が起きないかといったら、そうね、VAR を取り入れた先進国も最初の1年なんかものすごく VAR による問題が頻発しましたから、うんうん、そうですね、はい、これ前倒しで J リーグがやればいいっていう問題だけでもないと思うんですよね、うん、はい、やっぱりトレーニングをちゃんと積んでちゃんとそうですね、はい、やっていかないと、そうですよね、いざやったら失敗した、はい、ではなかなかまた理解が得られないというふうには思います。だからまあ本当に今すぐやれることは何かって考えると、うん、まあ、先ほどちょっと出ましたけど追加不審といいますか、はい、これはもう実際に昨年までルヴァンカップに全部取り入れていますし、まあ、そこは何か特別な資格が必要だとかいうことではないんですよね。アシスタントアディショナルレフリーがいたらあれは入ってたっていうのは、あれは確実に確認できる、できる、はい、できます。ただこの前みたいなフリーキックが入ったどうかはやっぱ難しいと思います。あれは分かんない、ね、はい、ただ、うん、この前のこのシーンは間違いなく分かるか、うんうん、分かりますね。だ非常にレアケース、はい、まあもう本当レアケースだと思うんですけど、うん、
まあ、でも起こりうる事象そうですね、ですもんね。本当におっしゃるようにまずは現場の主審副審が、うん、今回のケースであればやっぱり正しく判定を下してほしいと、うん、やっぱり下すべきだというふうには思います。で、まあ、もう一方でやっぱりこういうふうにボールが跳ね返ってくるんだっていうのをやっぱりもう我々全員で共有しておかないと、うん、次同じ起きた時にまた同じようなミスを犯してしまうこともあるんで、あの横のネットに当たっても外に出てくるんだっていうようなものを何かこう引き出しに持てるようにしてればまだこう違う判断の仕方っていうのもあったのかなと思うんですけどね。あと僕はあのこういうことが起こった時にファンの方々、うん、視聴者の方々がすごくおそらく気にされるのは当該のレフリーが、ね、ここからどういうふうに、うんまた次のジャッジに向かっていくのか、うん、次の担当に向かっていくのか、うん、その間に、裏側でどんなことがあるのか、そういうことがやっぱりあまりにも伝わってないと思うんですよ、まあですね、はい、よくねあの選手なんかあの今回のコメントでも僕らは、まあ、ある面命かけてやってる、はい、で何試合出場停止とかで発表される、はいはい、レフリーはそういうのはないですよねみたいに言うけどそれは全く違くて、はい、むしろ選手なんかより厳しい、はい、もう例えば3ヶ月ぐらい笛が吹けないとか、はい、その間にずっとなんかこうそのもう一回やり直して勉強してとかって表には出てないんですよ、うん、だけどそれを本当は言った方がいいと思う、ね、いやそう思います。もっとこうです、はい、今はこうやってますって言えばいいんだけど、はい、なかなかそれを個人を言うとまた次どうだっていうのがあってやってないんだけど、はい、まあ、選手でも監督でも何試合か出場停止なんかダメって言うんであれば、はい、レフリーももうちゃんと言って、はい、でその代わりこういうことやりますよっていうふうに言ってあげた方が、はい、むしろその次に向けて動けるんじゃないかなと思う、はい、いや本当です。だから僕はこれ切られるかどうか分かんないけど、はい、今日のこの番組で主審と担当の人が例えばここに来て、はい、僕らはこう見えたんですっていうのを言うのもいいかなっていう意見もあった、はい、で、まあ、ただそれいきなりここに出てくると多分また難しい伝え方とかあるけど、はい、でもそのぐらい僕らはあの彼らがどう思ってたかっていうことも多分皆さんも知りたいし、で彼も今は多分ミスだって思ってるじゃないですか。でそういうのをあの変にこう囲うだけじゃなくてオープンにして、うん、でみんなでどうやって彼らを今度サポートしていくかっていう議論に入っていけたら一番いいんだろうなと思う。やっぱりこれですごく強い不信感を持たれたサッカーファンの方多いと思うんです、うん、でただそこから次のゲームに、審判団の方々が向かう間の道のりをファンの方々が知った方が帰ってきてくれたっていう、うん、頑張ってくださいこれからまたっていう姿勢になりやすいんじゃないかと個人的には思うんです、うん、そこを少し何でしょう一般の方々にも知ってもらうことは僕は必要かなと思うんですが、はい、あのまあ、原さんもおっしゃいましたけども、はい、やっぱり大事なことなのかもしれません。そのゲームを外すとかいうことも大事だというふうには思うんですけども、まあ、そのことよりもやっぱりそのレフリーはっきり言ってここに関わったゲーム関わった審判員はもうすごい憔悴しきってます、うん、映像を見たら明らかなんでね、はい、なんでそれがフィールド上でできなかったっていうのはもうすごいもうどっちかというともう悔いが残ってるんだというふうには思います、はい、でやっぱり相当のダメージを受けてて、ただ彼らは今までいろんな経験していろんなすごい判定も下してきてるのは一方であるわけですよね、うん、やっぱり彼らがそのちゃんと自信を取り戻して、うん、でやっぱりもう一回フィールドに持ってくることが大事だし、そこでいい判定を出すことは大切だというふうに思います。やっぱりそのために期間が必要であればやっぱりその復帰プログラム的な期間をしっかり持って、でそれがどのくらいの期間になるかわからないです。で我々もやっぱりその彼ら の, そのプロ復帰プログラムに関わっている時取り組みの最中にやっぱりそれを試合を見に行ってやっぱりすごい相当なメンタル的なショックを受けているので、そこら辺のサポートもしながらで戻ってきてもらうと。であとはやっぱり副審、こういう我々審判員は全員アセッサーが試合にはついてるんです、はい、評価されてるんです、はいはい、でやっぱりどの試合でどういうパフォーマンス、どんなパフォーマンスだったかのチェックされてちゃんと評価点を下されて、でやっぱりシーズンの最後にその評価点を見ながらやっぱりこう J1 から J2 に、まあ、入れ替わる、下から上がってくるのもあるんでしょうけどね、そういう、こう競争の世界で彼らもやってるんだっていうのはちょっとこう理解してもらえるとありがたいなと思いますけども、まあ、ですから毎試合しっかりそのジャッジ90分のジャッジに関して採点もされて、はい、それがまあトータルで評価になって、はい、J1、J2 の入れ替えじゃないですけど、そういうもの、まあ、ものも必ず毎回行われているという、はい、ことですよね、まあ、こういうことも実際知られてないですからね、はい、行われている、
ただその行われ方が僕はもっと360度みたいな評価が入った方がいいと思っていて、まあクラブ、まあ少しずつ入れてもらうようにしてるんですけど、クラブ関係者あるいは元監督元選手、そういう全体の目線が入った方がいいと思う、はい、一部の昔レフリーだった人のこの評価だけに今なってるから、やっぱそこがその評価がどっちかっていうとなんかこうちょっと減点方式じゃないけどすごい細かいんでしょう、はい、だけど一方でさっき言ったようにこう問題が起きた時のそのコミュニケーションの取り方とか、はい、そのこの周りとの雰囲気とか多分そういうこともちゃんと評価するような評価システムをこういう機会にやっぱ入れていくべきだと僕は思ってる、そうですね、でそこがやっぱ一番日本人のレフリーで海外でやっても必要なのはそこなんじゃないかなと思ってるんで、うん、まあいい機会なんで、うんうん、もうそこら辺も踏み込んでちょっと行くかなっていう感じでは我々は思ってますけど、うん、はい、まあ、重大な本当にミスで自傷でしたけど、うん、これをポジティブな方向に持っていけるように、うん、そうですね、皆さんでいろんな議論をして、まあね、またいろんな情報を原さんどんどん開示できるように、うん、それは持っていってください。だから審判委員会の方でもあれだよね、本当に彼に対してどういうサポートをしてどういうことをこうやるっていうのをこうオープンにした方がいいと思いますよ、はい、このどっちかというとやっぱり今まではそれも内々だけなんですけど、はい、そうなんです、やっぱりこういうプログラムこういうふうに考えていくっていうのをもっとオープンにして、まあミスはミスだけれど、うん、その選手だって監督だってみんなミスばっかりしてるのがサッカーだから、はい、でこれをどうやって改善していって、うん、っていうことをこうみんなで力を合わせてやるっていうのが一番大切かなと思いますけど、これはですからもう審判団だけの問題ではなくてもサッカーファミリーの問題っていうことですよね。さて毎回このコンテンツでは視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーンをツイッターで募集しております。ハッシュタグ J リーグジャッジリプレイで取り上げてとつけましてぜひ投稿してください。さあというわけで今回は一つのシーンに絞ってたくさん議論もしてまいりました。皆さん今回もどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。